おはよう、チボンヌたち。いやー、前回はちょっとホラーな展開でした。相場が相場じゃない。じゃああいつは誰なんだ。うっ！っていう感じで終わりました。三浦くんやっていきます。うん。うん。三浦くん好きなんだよ、私。何度も言ってるけど、三浦くん好きなんだよ。三浦くん好きなんだよ。え？三浦くん、どうしたの？用がないと話しちゃダメかい？ダメじゃないけど、仕事中よ。そっちの仕事はどうなの？セクター2の建造は順調と言っていいね。軌道上あと4周もする頃には2つ目のコロニーが運用に入る。君の方は？なかなか無重力になれないわ。それに計画も難航してる。倫理委員会がうるさくて。新宇宙探査に自己増殖するマシンの使用が知的生命体と出くわした際侵略になりかねないんですって。いるとも知れぬ宇宙人との戦争か。委員会はロマンチストだな。ロマンチストは君もでしょ。相変わらず歴史に取り憑かれてるの？ああ、面白いよ。今は太平洋戦争を調べてる。2世紀も前の原始的な戦争を？多くの大国を巻き込んだ世界的規模の戦争だよ。技術とイデオロギーの転換点でもある。実に興味深い。ちょっと待って。いやー、とっさにちょっと待ってって止められなかったけど、ちょっと待って。生まれ変わるとしたらあの時代を選ぶよ。あのさ、今までさ、みんなの出身時代ってバラバラなのかなって思ってきたんだけど、もしかして全員同い年で、あの記憶をなくすお薬で自分はこの時代に生まれてこの時代で過ごしてきたんだとか思ってる。重症ね。そうだ、君にも治療タグを送ろうか。いらない。遠慮しておく。それで次はいつ会える？次の休暇まで420時間ぐらいかな。また通信入れるよ、タツマ。うん、楽しみに待ってる。それじゃ。昭和19年10月某日、明日より兵役勤務、校舎にて待機。昨夜は興奮と不安で眠れず。高俊さん、せっかく建てた真新しい校舎なのに生徒は誰もおらんのだな。勤労動員で学生は皆工場へ行ってます。この国家気球の時ではそれも仕方のないことか。同郷の同い年だが、彼は学年が一つ上だ。手のつけられないバンカラだったが、気風が合うのだろう。兵役についてからは威風堂々としたものだ。真面目そうだもんな。あと大義のためみたいなのが好きそうだよね。湾口の海兵から漏れ聞いた噂では、もはや戦える船はなく戦況は絶望的だと。どうした慶太郎、召集に不服なのか？そうじゃないけど。いえ、ただなぜ自分が選ばれたのかと。貴様の心配性は相変わらずだな。同期より一足先にお国のために戦える、誇らしいだけさ。心配するな、貴様もあれを見れば士気が上がる。
あれとは？大っぴらには話せんが、戦況を左右しうる新兵器だ。これから行くのはその交渉なんだ。お、なるほど。そんな重要なものに学生を。俺たちはその新兵器の搭乗員候補生だ。なるほど。もちろんこれは極秘だぞ。親兄弟にも言うな。私も親兄弟にも言えない秘密抱えてる。はい。戦況を左右しうる秘密の新兵器、その搭乗員候補生に選ばれた。いや、やましいことじゃなくて、こういう感じで。こんな私が仕事の関係で役に立てるのだろうか。新兵器とは一体？それは騎兵と呼ばれている。俺たちの乗る騎兵が水際で敵を迎え撃つんだ。確かに水際作戦だった。やはり本土に米軍が。外地の多数の基地が放棄され、もはや内地が戦場だ。祖国存亡はこの新兵器にかかっている。だが悲観するな。言ってることは間違ってないな。騎兵一つでその戦力は一空母。騎兵って言った。いや、一個師団に匹敵する。必ずや本土を守りきり、その後米国本土へと反撃に出るんだ。それは違う。ああ、後者には我々しかいないと思ったが。自分が見てきましょう。こんにちは。誰か、ああ誰かいる。黒部玉篠の目ですらなかった。玉尾さん、こちらにいらしたのね。高俊さん、高俊さん、立派になって。玉尾さん、どうして。慶太郎さんを見送りに。ありがとうございます。高俊さんも戻ると聞いて来たんですよ。これを渡そうと思って。何ですか、千人針。おはぎを作ったんです。ありがてえ。高俊さんと食べてください。ありがとうございます。おはぎですか。大好物です。でも配給が少なくてお砂糖ちょっとだから。そんなのいいんですよ。おはぎはちょっとしょっぱい方が美味しいんです。甘くないかもしれませんが。嬉しいよ、ありがとう。二人で来たんですか。ええ、私が誘ったの。失礼、そちらのお嬢さんは。東京からこちらに来たキリコちゃん。まだ知らないんだ。いいよ、紹介しなくても。ほら、キリコちゃん。どうじキリコです。あ、俺、いや、その一目惚れじゃん。あー、マイッチングマチコ先生だな、マジで。マジで一目惚れか。私は肘山高俊、初めまして。ん、道治、道治博士と同じ名字だ。道治平蔵の娘じゃおかしいかな。奇遇ですね、あの方にこんな可愛いお嬢さんが。高俊さん、どうしたんすか。スパイタル変ですよ。キリコさんと知り合いか。ええ、まあキリコさんとどういう関係だ。気になっちゃう、気になっちゃう、高俊さん。高俊さん気になっちゃう。何ですか、なんで俺にそんなこと聞くんですか。高俊さん、キリコさんのお父さんは偉い先生だと聞いていたが、博士だったのか。道治博士、交渉にいるということは。やめろ慶太郎、博士が新兵器に関与しているのは機密だ。しまった、言っちゃった。恋って人をバカにするよね。誰にも言わないよ、面白い人だ。うん。慶太郎さん、遠くへ行かれるの。
4億光年くらい遠くに。慶太郎の配属は私と同じところです。それほど遠くではありません。ですがしばらくは戻れないでしょう。玉尾さん、クラベの家の方々にはお世話になりっぱなしで感謝しきれません。妹、千尋のこと。あん？くれぐれもよろしくお願いします。心配しないで、慶太郎さん。千尋ちゃんは任せて。ここではそういう設定になってるとか、そういう感じ？休暇には必ず戻ると、あいつに伝えてください。慶太郎、そろそろ時間だ。急ごう。では我々はこれで。行ってまいります。二人とも、お体に気をつけて。戻ります。必ず。そんな戻りますとか言っていいの？昭和20年5月某日晴天。午後より明朝0800まで休暇。ああ、光った。神様見たとか言ってたのってここか。なんだ今の、光ったぞ。これ沖の司がワープした後？雷か。確かこの辺りだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのに、すっかり遅くなってしまった。そんなん言ってたね。千尋は心配してるだろうな。ピコン言うたで。誰だ、隠れているのは。待て。こんにちは。君の運命の人です。その格好は一体。そうだよね、足丸出しっておかしいよね。やっぱ体操着はまずかったかな。何があったかは分かりませんが、もう暗いし、そんな格好では。ともかく家までお送りします。あなたは？紳士的、優しい。自分は三浦慶太郎と言います。交渉で働いているんですが、休みをもらって家に戻るところです。あの、お名前は？夏の、南夏野です。夏野さんのご自宅はどちらに？その、どう説明したらいいかな。わあ、何？何の音だ？空襲？何するの？何するの？燃えてる！焼け野原慶太郎だよ。何が起こってるの？空襲だ。工場を狙って爆撃してるんだ。あの辺りにはクラベの家も。まずいですよ。君はここにいるんだ。ここなら安全だ。あなたはどうするの？助けに行く。ちょっと。彼を追いかけて。わかった。本気？本気と書いてマジと読むよ。どうしよう。もう、わかったわよ。行けばいいんでしょ。ああ、この家が残ってるとはなって言ったのはそういうことだったのか。空襲で焼けたものだと思ったってこと？父、ちょっと待ってよ。なんで来た？どうしてついてきたんだ？その足じゃ多分すっごい火傷するぜ。どうしてって言われても。仕方がない、そこにいて。この先は火の勢いが強い。どこへ行くの？すぐそこが妹を預けてる家だ。クラベ家なんてことだ。亡くなってる。吹き飛んでる。直撃だったんだ。千尋！太郎さん！あ
ウサさん、ウサさんがおります。これは千尋の。千尋、タマオさん。ぬいぐるみ。裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。そんな、歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。そりゃそうだ。肌身放ってるね。兄ちゃん。あ、何？千尋、無事だったか。玉尾さんはどうした？いるよ。なんでいるの？本当に良かった。警報で防空壕へ避難してたの。戻ってきちゃダメだよ。千尋ちゃんが家まで戻るって飛び出して。兄ちゃんが戻るのに誰も待ってないと兄ちゃんが困る。優しい千尋、ありがとな。おかげで寂しくなかったよ。夏野さん、ダイモスいる。怖い。普通に怖い。なんだあれは。あれも米軍の兵器なのか。千尋怖い。大丈夫だ。ここは危ない。避難するんだ。兄ちゃんがついてるからな。釜炭って読むんだ。それ蒲田ってこと。兄ちゃん、なんでこの時代にあれが。あれもアメリカの。あんな兵器は見たことも聞いたこともない。さすがにちゃうやろ。恐ろしいわ、まるで生き物のよう。そうだね。米国は我が国より工業力で勝ると聞いた。きっとあれは米軍の新兵器です。ついに本土に上陸されたんだ。このままでは。でもさ、こういう自立型の兵器を作ってさ、空襲で爆撃して落として自動でなんか敵国を焼いてくれるっていうのは、兵士の数が足りなくても補えるよね、戦力を。たまったもんじゃないけど。まず戦争なんてたまったもんじゃないけど。玉尾さん、千尋を頼みます。兄ちゃん、言うことをよく聞くんだぞ。玉尾さん、ぬいぐるみ渡してあげなよ。夏野さんもお願いできますか。ケイタロウさんは交渉に戻ります。玉尾さんについていくんだ。さあ、日本がまだ戦えるのを奴らに教えてやる。この日のために訓練してきた。騎兵ならあんなもの。聞いた。やってろ。分かってる。騎兵だって。いやー、怖いったいね。うん、三浦慶太郎。昭和60年5月某日晴天。楓川、何て
て。夕日はここでも変わらないな。85年だ。手出せ。ここ人通りも少なく、試作にふけるにはいい場所だ。落ち着いて考えるんだ。今日も変化なし。その帽子ポンポンのモーションかわいい。空襲とともに上陸してきた。大きいものでおよそ10畳。車輪の類ではなく足のようなもので移動する。その姿はまるで化け物の百鬼夜行だ。やだよね、そういうの。裁縫の苦手だった母が千尋のために苦労して作ったウサギの人形だ。歯切れを寄せ集めた粗末なものだが、千尋は肌身離さず持ち歩いていた。綺麗な夕日だ。眺める。この時代では星はかすかにしか見えないが、夜の無数の明かりは星空のようだ。あー、なんか感情と言葉が追いつかないよ。どうしたらいいんだこれ。まだどこにも動かしてはいない。天幕で覆われたあの中に乗ってきた騎兵がある。あ、そうなんだ。あれなんだ。あれがあの刑事のおっさんが言ってた、天幕で隠される前にちょっとだけ見たって言ってた騎兵。三浦君の騎兵ってこと？どうして私と騎兵だけがここへ。専門的な知識がなくとも騎兵は異様な代物だとは理解できる。だが異様だよね、あれ。時間旅行、これは騎兵の力なのだろうか。戦争が始まる前、叔父から借りた冒険科学小説にあった未来へと旅する物語。あの日、あの時、現実になった。思い出そう。45年、プロローグの後。分身弾は打ち切った。電磁砲弾は使用不可能。両腕の電磁破砕槌、出力は5割減。19番騎兵に乗ってるの三浦くんだ。数が多すぎる。言ったっけ。だが泣き言を言ってもしょうがない。いや、もう数字覚えられないんだ。稼働限界まで。ダメ。残り120秒。こうなれば捨て身で突撃があるのみだ。なっちゃんが17番で、15が関ヶ原ので、現冬坂が乗ってる騎兵っていうのだけ覚えてる。で、13がクラウェ。もう無理。その3つが限界。4つか。もうダメだ。ほらね、数字無理なんだよ。そのくらい無理。あ、そんな風に来たの。自動でワープするように仕掛けられてたりしたのかな。敵はどこだ。やられたのか。稼働限界だ。ここは空襲で燃えていた家々はどこへ行った。そうだね、一面にガラス窓の巨大な塔、どういうことだ。そうだ、最後に覚えているのは米国の新兵器にと取り囲まれて。米国、まさかここ米国の都市なのかって。米国の主要都市にはこのような高層建築が立ち並ぶと聞いた。騎兵ごと
米国に捕らえられたのか。なるほどね。失ってる間に敵国本土に運ばれたとすれば、いや待て、騎兵の稼働限界が来たのは今しがた。それほどの時間は経っていない。っていうか騎兵ってこのまんまなんだね、ずっと思ってたけど。ずっと物質的に隠れたりはしないんだね、そこにあるんだね。しかしこの光景はなんか収納めんどくさそう。祖国ではない、やはり米国なのだ。いいだろう、ここが死に場所だ。暴れちゃダメだよ。臆さずここから一歩も引くものか。騎兵がなくとも戦えるぞ。そうだ、騎兵ダメだ。騎兵は旧国の秘密兵器だぞ。どうしたどうした。騎兵がこのまま敵の手に渡ってみろ。あーそっか、なんかあれだ、知られちゃうってことだ。暴かれちゃうよね、このまま敵の手に渡ったら。祖国存亡に関わる問題だ。だがどうする、今は起動どころか自爆すら不可能だ。自爆なんてできるの。早まらずよく考えろ。身を隠し騎兵の回復を待つべきだ。押し気づいたわけではない、国のため、妹のために。そうだね、退却が進路を進めることもあるよ。いつでも死ぬ覚悟はできている。だが今最善なのはもう一度、なんて言うんだっけそういうの、騎兵を使うことだ。作戦的撤退。そうと決まれば善は急げだ。米兵が来るまでにここから離れ、息を潜めて機会を伺うのだ。それで町に繰り出してみれば、なんとここに暮らしてるのは東洋人。何かおかしいねえ。明治の看板もあるが、漢字も足束印刷に足束銀行、なぜ地元の名が。びっくりだよね。ゲーセン寄っていいか。別にいいよ。サンモールか。ジョイランドの方、セガの大型筐体ロケテストやってんだ。話している内容はわからない。わかんないね。だが日本語のようにも聞こえる。昨日のヒットトレード出てたじゃん。見た見た、たっくん最高だよね。いいよね。女学生の格好をしているが、あんなに足をあらわに。ハレンチだよね。聞いたこともない訛りだが、言葉はやはり日本語だ。何かがおかしい。三浦くんいいな。早まらないのいいな、この冷静さいいよね。この自動車の量、ここは一体何なんだ。米国ではない日本のようだが、珍妙極まりないねえ。二ちゃんのおかばん行きだよこんなの。悪い夢を見ているようだ。まさかそうか、周りが奇妙に見えるのはついに脳みそが壊れたせいかもしれない。あ、騎兵の搭乗者にはそういう危険もあると同時博士から説明を受けた。そうだ、騎兵との同調試験の際も。ああ似たような幻を見たことがある。網口と年次くん、女のように髪を伸ばしているが爪入りの制服、男なのか。なんだおめえは。なんでガンつけてくんだよ。父はまたひときわ珍奇な髪型だな。うん、俺に喧嘩売ってんのか。いよいよおかしくなったらしい。なんだとこれ。おい待て。年次くん、それはないよ、ひどいな。あ、おみぐちの部屋。ここ部屋、そうだ。
神奇な頭の男にカバンで殴られたんだ。それ網口も腕が立つらしいからな。年次君とつるんでてもおかしくないよ、ね、幻覚は続いているのか、それとも騎兵から助け出されて何かの実験施設に移されたのか。出た、この夕日いいよな。ここ網口の部屋の、これはなんだ。総天然色の箱型映写装置。総天然色の箱型映写装置。騎兵にも空間映写装置があるが、あれは軍事機密だ。放送は野球に関する内容、とても軍事的な拠点とは思えないな。野球中継やってんのね。小読みがかけてある。小読み、いやー小読みってかわいい。1985年、びっくりするよね。やはり幻覚か。外国の音盤だ。高俊さんが蓄音機でよく聞かせてくれた。この上の棚全部そうなのか。高俊さんレコード持ってたんだ。肘山家にあった音盤より多いな。え、肘山家って結構な金持ちなの。どうしたらいい？どうしたらいい？どうしたらいい？姿見は？いらない？数学、現代国語、教科書が並んでる。日本史、日本には違いないようだ。日本史。この年表、1945年。見ちゃった。日本無条件降伏。降伏、敗戦。西暦1945年、今年じゃないか。8月6日、広島に原爆投下、死者14万人。同9日、長崎に原爆投下、死者7万人。米国の新型爆弾2発で。この本は一体禁書だ。燃やせ燃やせ。1951年、日米安全保障条約調印。1964年、東京オリンピック。いや、戦後の日本の成長ってすごかったよな。っていうか無条件降伏したのにアメリカが優しいんだよな。どこまで続くんだ。まさか、待てよ、小読みに。西暦1985年、小さく年号もある。昭和60年。ここはまさか。大丈夫か。ほら、お、冷たい。飲み物、うちにはこれしかないんだ。これ何？これは炭酸ダメだったか。ラムネだ。ああ、ラムネだ。小さな頃、ツツジの祭りで飲んだっけ。君は網口修だ。ここは釜住の俺のマンション。三浦慶太郎だ。どうしてここに。倒れちまったんでタクシーで運んだんだ。タクシーで運んだの。金持ちはやることがちげえぜ。君が解放してくれたのか。悪かったな。大型のやつちょうどカリカリしてて。へえ、なんで。学校でこってり絞られた後だったから。 あいつ次に問題を起こすと定額でさ。なんとか、まあ穏便に頼むよ。次に問題を起こすと定額なのにカリカリしたっていうだけで手出したの。ダメじゃん。もう昭和60年、この奇妙な世界は未来の日本。あ、よかった。今日本って言われたらどうしようと思った。日本ってちゃんと言ってくれた。ありがとう。日本だよ。そう、ここは日本だからね。一つ教えてくれ。今は何年だ。何それ。打ちどころが悪くて何年寝てたか心配か。そうだ、安心しろ。昨日も今日も1985年だよ。
それが問題なんだ。40年後の日本、日本、はあ、三浦くん、いいね三浦くん。こんな感じで忘れちゃってるんだろうな。ありがとうございました。次も引き続き三浦くんやって、三浦くん終わったら誰だっけ、誰がいたんだっけ、うさみちゃんか、うさみちゃんやるか次ね。ありがとうございました。